約束のネバーランドとチカの関係性について。ネバネバ約ネバ B プロミス黒です。というわけで本日も始まりました、約束のネバーランド考察チャンネルのお時間でございます。以前僕も動画にさせていただいたこちら、リトルバーニーグランプリっていうね、約束のネバーランドの公式が行った企画がありまして、もちろん僕も参加した企画になるんですけれども、先日、やっとですね、こちらのグランプリが発表されまして、なんと、僕のツイッターもフォローしてくれてるフォロワー様でした。いや、嬉しい。なんとこのグランプリ獲得した方、中学生だそうで、本当にすごいと思います。そしておめでとうございます。出水先生にもね、芸が細かいとコメントもいただいておりまして、本当に羨ましい限りでございます。結構この企画は数多く応募があったみたいで、急遽ね、準グランプリっていう形も作られまして、そちらがこんな感じ。ねえ、皆様アイディアがすごく面白いなと思いました。機会があれば世界で一個だけのリトルバーに拝みたいなとも思います。というわけで本日は冒頭でもお伝えさせていただきました、約束のネバーランドとチカの関係性についてお話をしていきたいと思います。約ネバとこのチカっていうのはね、非常に密接な関わりがありまして、今までの物語の中でも数々ねチカとの関わりがある描写があったので、そちらをまずご紹介させていただきます。まずは第1巻の表紙になりまして、それがこちら。これが約束のネバーランドの一巻の表紙になるんですけども、これは先日こちらの動画でも、約束のネバーランドが不思議の国のアリスと密接な関わりがあるんじゃないかっていうことを、以前約束のネバーランドの夢落ち説の動画でお話をさせていただきましたが、その不思議の国のアリスの物語の始まりっていうのが、アリスがですね穴の中に落ちてしまうことによって始まる物語になりまして、その穴に落ちてしまうっていうところがこの一巻の表紙に落とし込まれてるんじゃないかっていうことが言われておりまして、この表紙をよく見ると丸くこう書かれてて、ここにあるエマたちの階段があるんですけども、その下には図書室のような本がいっぱいある作りになっておりまして、そこがね丸く書かれてるんですよね。この表紙が不思議の国のアリスの地下穴っていうのを一巻の表紙に表してるのではないかっていうことがまず言われております。そして約束のネバーランドではたびたび地下の描写が描かれまして、脱獄をした後にシェルターを目指したと思うんですけども、そのシェルターも地下にありますし、それこそ脱獄をしたその地下シェルターに行く前のお話でも、アルバピネラの蛇っていう地下に一回行って、その地下の中での出来事があったりと、行く先々でも地下の描写っていうのは描かれております。そして僕が以前挙げたこちらの動画、約束のネバーランドの国設定がヨーロッパのジブラルタルではないかっていう動画を上げさせていただきまして、このジブラルタルについても調べていくと、地下道が存在していて、ジブラルタルの中の観光地の一つで、聖マイケル洞窟っていうものがありまして、そこがなんと地下道なんですよね。そのジブラルタルの地下道については詳しく、前作さんが以前動画にもされてたと思うので、そちらをチェックしてみてください。そして、ゴールディーポンド。このゴールディーポンドも秘密の仮庭と言われてることから、地上には出ていなくて、このゴールディーポンドも実は地下に存在しております。結構ね、地上戦かとあれって思いがちなんですけど、そもそもゴールディーポンドのあの中っていうのは地下に存在してるんです。そして、その風車の中のウィリアム・ミネルバさんの暗号が示されていたエレベーターがあった場所っていうのも、かなり下ってった地下でしたよね。そこに金の水だったりエレベーターがありました。そして、このゴールディーポンドっていうワード、直訳して金の池ですよね。これも面白い考え方ができて、このゴールディーポンドっていうのは、黄色の湖と書いて、ヨミっていう言葉があるんですけども、このヨミは地中の湖だそうです。メイドとも言われたりするそうで、日本神話における死者の世界のこと
これもね、考え方的には怖いですよね。この読みっていう考え方については以前僕の動画でもご紹介させていただいたこちらの約束のネバーランドの考察インフォメーションさんがですね、そのゴールディーポンドは読みの世界ではないかっていうね記事も書いているので、そちらも貼っておきます。チェックしてみてください。そして他の農園の子供たち、グランドバレーの子供たちもゴールディーポンドの中でですね、バイオレットが以前エマとのこうおまけページでゴールディーポンドの空に線が入ってるということをエマが突っ込みまして、バイオレットがあんたの農園にはなかったのっていう風に言ってたので、グランドバレーも地下に存在しているっていうことがここからも読み取れて、もうね、数々のね出来事とかこう設定とかがですね、地下っていうのが描かれているんですよね。そして先ほどのゴールディーポンド、地中の湖、死者が行くとされてる世界、しかもこの死者っていうワードと絡めると言われてることがムジカのペンダント、それの柄がこちら竜の目みたいなこう目のね形をしたようなペンダントの中のこの模様が、それこそこの動画でマガタマに見えるっていうこともお伝えさせていただいたんですが、ここの中が子供、胎児じゃないかっていう説も実はあるんです。中に映ってるのがお母さんのこうお腹の中にいる子供、そこからへその尾のようなものが出ている、それが子供なんじゃないかっていうことも言われてて、そことこのゴールディーポンド、死者の世界って考えるとなると、子供たちっていうのはすでに何かしらの形で存在していない死の世界のような場所でのやり取りだったり、それこそ以前お伝えした水槽の脳、別の場所から脳に電極をつないでその光景を見せているだとか、イザベラから霊が生まれるようなこう人工的にこう子供を産ませるような場所でのこうやり取りっていうのがもう全てね絡んできて、数々今までの過去の動画を参考にさせていただきながらお話しさせていただいてますが、物語ではもちろんそこまでの裏設定っていうのは描かれないと思いますが、そういった部分も裏設定として存在しているとしたら、また面白い考え方ができそうですよね。というわけで今回は約束のネバーランドの物語が地下と深く関わりがあるんじゃないかということについてお話をさせていただきました。なので今僕がお伝えさせていただいた以外にも地下に繋がっているような描写があればぜひ教えていただきたいなと思います。そして皆様の意見もぜひお聞かせください。というわけで本日の動画いかがでしたでしょうか。僕のチャンネルでは背景を見てもわかるように約束のネバーランド関係の動画のみを上げております。なので約束のネバーランドが大好きな皆様はぜひ他の動画も見てください。というわけで約束のネバーランドが大好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。約ネバ最高。では、見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter とインスタもやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。はい、というわけで皆様が思っているであろう一言を言っていこうと思います。正月暇。はい、僕もですね、地元に帰省してるわけなんですけれども、まあ暇ですよね。まあ家族だったりじいちゃんばあちゃんに顔見せに行ったりとかもちろんするんですけども、それ以外っていうとね、本当に僕2日連続で温泉にも行ってますし、あの近くのね友達とも会ったりはするんですけども、なんか暇な感じというか、そんな感じが正月はしております。そんなお正月、時間がある皆様に、おすすめの DVD を紹介したいと思います。今日ねツイッターでもツイートしたんですけれども、一つ目はメイズランナーっていう三部作の映画でございます。こちらの第一章があるんですけれども、その第一章が約束のネバーランドの設定とかにすごく似ていてですね、その周りが壁で囲まれてまして、その先が迷路のような場所になってまして、謎とかを解きながらその外の世界を目指すっていうような物語でございます。これはですね、本当に約束のネバーランドが好きな方、脱出ゲーム系が好きな方はすごく好きな作品なんじゃないかなと思います。このメイズランナーは外国の方がですね俳優もやってますので、日本とはちょっと違って本当迫力のあるこうスケールの大きい映画になってますので、見てかなりね面白いと思います。ただですよ、第2章からはバイオハザードになります。なのでちょっとね世界観が第1章と第2、3章だとちょっと変わってしまうので、僕的に第1章の世界観が好きでした。2章、3章もちろん見たんですけどね。なんで第1章だけ見るのもありだと思います。その先気になった方は見ても全然いいと思います。ただ世界観的にはちょっと
変わったような感じになってしまうんですけども、はい。というわけで二つ目のおすすめ映画をご紹介させていただきます。二つ目は僕が以前動画にもしたことあるんですけども、アイランドっていう洋画でございます。このアイランドもですね、約束のネバーランドと非常に、こっちの方が非常に似た設定になってまして、まあ要はですね、城ずくめの制服だったり、決められた食事、決められてやることとか、本当に約束のネバーランドと同じような本当に設定で描かれる物語になりまして、まあ、あんまり言ってしまうとネタバレにもなるんですけども、これを見ると、約束のネバーランドの世界ってもしかしてっていうような考え方もできるような感じの物語になっております。なので、正月、ああ、暇だな、ちょっと時間あるな、なんか DVD でも見ようかなと思ってる方がもしいましたら、この2作品、メイズランナーとアイランド、おすすめいたします。ぜひ時間がある方はですね、見てみてください。はい、というわけで明日は1月4日ということで、約束のネバーランドの最新刊17巻の発売日、そして、ジャンプの最新号の発売日ということで、もう明日は激アツな日ですね。はい、というわけで僕も明日早速買おうと思いますので、皆様、明日は忘れずにチェックしてみてください。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。では。